お前さん、こんなとこで何してんの？まさかまた面倒ごとに巻き込まれてんじゃないだろうな。モクスンはいつも面倒ごとしか起こさないっすよ。さあ、なんか前回めっちゃ気になるとこで終わったんですよ。まあ一応なんか人形の供養が終わって事件解決みたいな感じだったけど、そんなわけんなわけと思ってるからんなわけって声も高くなるからさ。さあ、真夜中の来客、終わらない惨劇、この窓の向こう側になんかいる気がするんですよね。これは何なんだろう。でもモクスンの部屋って確か2階とか結構高いとこなんか、ま、縛り毎日じゃん。降りろ。いや、今度は大丈夫みたい。体はちゃんと動かせる。強い女だな。金縛りあってもいける。これ誰？一回飲み物でも飲んで二度寝し。気づいて。いや待ってもうギャーだよね、こんなもん。人形か。あれ、朝になってるけど、結局昨日もあれからほとんど眠れなかっただろうなあんなもんいたら。屋根裏部屋での心霊現象から一夜明け、案の定寝不足になってしまった私はぼんやりとしながら朝の支度を始めていた。あの人形っていうのはどうなの？その玄遠寺からついてきたってことなの？にゃー言うって今それどころじゃないの？あー、びっくりした。いつの間に入ってきたの？姿を消した電車猫は、姿を現したか。電車猫は昨晩不気味な人形が立っていた窓を刺し、不満げに首をかしげた。窓が開いてた。お、その人形は開けていったってこと？なのに入っては来てない。もしかして私があの時叫ばなかったら人形が部屋に入ってきて、そこまで行って背筋にぞっと寒気が走る。まあ、でも人形入ってきたところでだからね。あ、ごめんね、手紙かな。いつもありがとう。にゃー。封筒受け取ると電車猫相変わらず忙しそうに窓の外へと走り去ってしまった。うん。差し出しに理事長、いつもやん。こいつからしか来ないんだけど。徳川先生へ任務について大事な報告があります。はい、至急理事長室に来てください。あなたのコーネリアスより。私のコーネリアスより。待ったですやん。嫌な予感しかしないな。失礼します。でも任務のことってことは蛍火の量でしょ。あ、特待生さん、お待ちしてましたよ。もう皆さん集まってますので。え、お集まりなんですか？やあやあ、特待生くん。ちょっと待って、今日もグッドなモーニングだね。え、みんなのコーネリアスになってない。私のコーネリアスだよね。特待生さん、おはよう朝からバタバタしてごめんね。いや、全然大丈夫なんですけど。お前さん、はい、目の下にクマができてねえか？クマできてるんです。ちょっとごめんなさい、文字がね、まだ追いついてないね。あ、その実は古本。あ、ようやく揃いましたので早速本題に入りたいと思います。実は今皆さんが出動中の任務について残念なお知らせがあるんです。え、住職やられたんじゃんって思っちゃうんだけど。事件は昨日解決したはずじゃ。昨晩玄遠寺の住職が死亡しました。ほら、言ったやん。そんな気がしていた。なんかこんなんで終わるかなっていうのと、あの住職の死亡フラグビンビンは確かに感じ取っていた。だよね。ってことは多分まだ終わってないってことだもんね。なんということだ。住職さんが亡くなったって。子供たちの霊は払われたはずなのに。そうか、完全にしくじった。ハクくん、みんなすまん。これは分かりやすい答えに乗っちまった俺のミスだ。分かりやすい答え。ちょっと待って、ハクさん、それはどういう意味？深刻な表情で目を伏せるハクさんに、私たちはすがるように問いかける。あのお寺さんの来歴を調べたとき、過去に同様の死亡事件は一度も起きてない。だが、あそこにいた子供たちの霊は、かなり昔から玄遠寺に取り付いてた。となりゃ、
なぜ今更寺の人間を殺すのか、俺らは疑問に思うべきだったんだ。まあ確かにね、そんな古くからのお寺だったから今更感はあるよ。確かにあの様子だと住職さんが弔いを続けてきたっていうのは本当だったと思う。どうして今になって突然。他に憎悪の理由があったということかい。今になってわからねえな。ただ俺の調査の詰めが甘かったことには違いない。はい、残念ながら事件はまだ解決していません。こちらが新たな被害者の遺体の写真です。おいおい、住職だ。今までの被害者と全く同じ状況じゃねえか。そうだね、また人形に囲まれてんのか。前回の調査資料の写真持ってる？ああ持ってるぜ。この写真微妙に違う。違う。まるで子供の頃に遊んだ間違い探しのようだね。そうだね。ジョウルリ人形。本当だ。ああ、こいつ言ってる。ここにジョウルリ人形だけが住職さんのご遺体の写真から消えてる。嘘。モクス、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 あいつ知ってるよね。あれ、この人形って知ってるよね、あいつ。ついてきちゃった。あ、どうしよう。昨日見た人形と同じ。とにかくもう一度行園寺に調査に行こう。また新しい証言が得られるかもしれないしね。わかった。その前に俺は改めて情報を洗ってみる。出動は夜でもいいか。うん、それで大丈夫。19時に銀河鉄道の駅前に集合しよう。それでは皆さん、今度こそ事件の解決をお願いしますよ。そうだ、早く何とかしなければ。モクス、モクス、あ、今胸ざわついてない、大丈夫。モクスにダイヤ10個握らせておつかしましょう。あいつ知ってるって。でも住職の写真から消えてるんでしょ。ってことはこいつがやった可能性全然大だよね。犯人は人形、謎が呼ぶさらなる謎。でもなんでモクスのとこ来たのこいつ。でも寺に行くなって言ったのおそらくこいつなんだよね。うん。そんじゃ俺は調べ物に行ってくる。特待生は夜にまた集合。え、モクス言った方がいいって、あいつ知ってるぞって。はい、わかりました。僕は両者に戻って報告書の訂正をするよ。モクス、特待生さん、また後でね。言った方がいいってあいつ知ってますって言った方がいい。僕も一度両者へ戻るとしよう。アク君、あまり抱え込まないでくれたまえよ。いや、そうだね。ちょっと今白山メンタル大丈夫そうって感じよな。あれ、固まったぞ、固まったぞ。ああ、もう一度再起動してきたぜ。これも全て呪いの人形のせいだ。了解。それぞれの後ろ姿に会釈をし、私も教室へ向かおうと歩き出したところで拭いきれない不安に駆られ足が止まる。あの人形のことやっぱり先に話しておいた方がいい気がする。私もそう思う。あの、すみません、でもう行っちゃったみたい。一人でもいい、一人でもいいから。呼んだか。よかった、一人でも残ってくれたらそれでいいんです。あのクソ、ごめんなさい、呼び止めてしまって。かろうじて声が聞こえたのか、わざわざ戻ってきてくれた白さんに私は意を決して口を開く。さっきの写真から消えてた人形、実は昨日の夜中に見たんです。人形ってジョールリ人形のことか。はい、両者で寝ていたら窓の外に突然現れて。おいおい、ちょっと待ってくれよ、はい、いや、すいません、早く言えって感じですよね。ハクさんは塊を上げて頭をかいた後、何かに気づいたように宙を睨んだ。いるんすか。まさかその人形が住職を。そんな。言葉を続けようとするも、昨晩目にした人形のおぞましい顔がフラッシュバックし、心臓がヒヤリと縮こまる。おぞましいとはなかったんじゃない。よくある人形の顔っていうか、もしそうならあの人形はどうやってこの学園にやってきたんでしょうか。ついてきたんじゃん、お前に。霊体ならともかく、実体を持つ人形が表玄関から入ろうとすりゃ当然とっ捕まる。仮に人形が犯人なら、俺たちがお寺さんを退散した後すぐに住職を殺し、急いで俺らと同じ銀河鉄道に飛び乗らなきゃ侵入なんざ不可能だ。しかしお前さんは銀河鉄道の中でそれらしい人形を見たか。い
人形。白さんの問いに私は少し考えた後、首を大きく横に振った。でも実体がないとダメなのかな。なんかにこう憑依してるとかっていうのは考えられないんですか。なんか銀河鉄道の中でさ、それこそスバルさん様子おかしかったじゃないですか。残る可能性としては、俺らのうちの誰かが秘密裏に学園へ持ち込んだパターンか。うん、それもなんかね、その今んとこふと思い浮かんだのが、もし実体を別にして誰かに憑依させて入っていたとするとね、まず一番に思い浮かぶのがスバルさんの様子がおかしかった。銀河鉄道でおかしかったのと、討伐なんて考えられへんって言ってたじゃん。でもう一つ、ハクさんがその、まあ、供養をしてる時笛吹いてたじゃん。その時に耳を塞いでたたまたまも気になったの。供養されないように耳を塞いでたって可能性もあるじゃん。わかんない、私みんな疑っちゃう。でも疑いたくない。私たちのうちの誰かってそんなこと。あくまで可能性の話だがな。でも昨日私たちはみんな一緒に帰ってきたはずです。そんな中であの人形を持ち込むなんて。でもお前さんは見たんだろ、この学園内であの人形を。はい、はっきりと覚えてます。あれは見間違いなんかじゃない。そうなると私たちが一度学園に戻った後、誰かが一人でお寺に向かったとしか。そういうことになるな。向かったの？頭の中に様々な憶測が飛び交う中、私はふと一昨日の張り紙についても今ここで打ち明けるべきだと気づく。あの白さん、実はもう一つ言いそびれていたことがあるんです。はい。今日はサプライズ続きだな。すいません、あんまり俺の寿命を縮めないでくれよ。いや、ほんと早く全部言えって感じやん。すみません、任務の邪魔になったらいけないと思って黙ってたんですけど。ポケットから取り出した張り紙を差し出すと、ハクさんの顔が険しいそうに変わった。すいません、あの、これは、あ、ごめんなさい、寺に行くのはやめろって書いてるやつ飛ばしちゃった。一昨日の夜中、人の気配を感じて目覚めたら、これが寝室の壁に貼られてて。人の気配って、昨日見た人形とは違うってのか。ああ、まあ確かに、あ、そう言われると違う気がします。なんか1日目はなんかアジムラっぽかったんですけど。はい、暗くてよくは見えませんでしたが、人形よりずっと背が高かったと思います。なるほどな。マクさんは顎をつまんで考えた後、思い立ったようにこちらをまっすぐと見つめた。この件俺に任せてくれないか。そんないいんでしょうか、ただでさえ任務のことで忙しいの。そう心配なさんな、俺は暇人なんでな。いや、とか言って一番忙しそうですけどね。彼の軽口と頼もしい笑顔は私を何でも勇気づけてくれる。好きになってんちゃうお前。ありがとうございます。ハクさんはどうしてみんなのためにそんなに頑張れるんですか。つい口にしてしまった不遂な質問に、ハクさんは眉間にシワを寄せながら罰が悪そうに笑った。助けたいやつがいるんだよ。お、まあその練習みたいなもんなのかもな。嘘、匂わせてくる。助けたいやつ、助けたいやつがいる。そのグールの中の誰かだったりすんのかな。お、特待生の推理、霧に消えた領主。いや、モクスめっちゃ見てるやん、お前いつもそう。お前はいつも隠れきれてない。見るなら見る、見ないなら見ないで隠れな。残りの授業を無事に終えた後、恐竜人形の侵入ルートを試作するため、私は一人学園内を散策していた。あの人形が学園に侵入できる方法はこの銀河鉄道しかない。うん、だけど私たちが調査から戻るとき、何かがついてくる気配なんて一切なかった。それに銀河鉄道には車掌猫がいるから、人形が一人で乗り込むことは不可能だ。そうなるとハクさんの言う通り、方法はただ一つ、誰かがこっそり学園に人形を持ち込んだとしか。と思うんだけどね。でもそんなことして何の意味が。あ、水滴に頬を叩かれて、いつの間にか自分が蛍火の敷地まで歩いてきてしまったことに気がつく。綺麗だよね、ここ。
雨に濡れる日本庭園を改めて見渡すと、丁寧に手入れされた上品な草花の単色が静かな花景を優しく彩っている。情景かな。二人でのお庭見てたらなんだか落ち着いてきた気がする。いや、それどころじゃないからこれ以上考えてもラチ開かないし、一旦両者に戻って夜まで休もうかな。あ、いる。あれ、あそこにいるのって鏡さん。でもやっぱ今回のショーではさ、どうしてもスバルさんが怪しく見えちゃうよな。あんな格好してどこに行くんだろう見えてる、全然ついてってんじゃん。普通に気づいてんじゃねえの、スバルさんも。鏡さんの後ろ姿を追いかけ庭園の奥へと進んでいくと、突然濃霧に覆われた湖畔が姿を現した。うん、嘘、こんなところに湖が。あ、え、どこ行くんすかちょっとそれを追いかけられないし。鏡さんは船着き場に止められていた小舟に乗り込むと、手際よくオールをこぎ霧の中へと消えていってしまった。嘘、この湖の先に一体何が。なんかないの、あのスワンボートみたいなやつ全然こぐぜ。モクスのためならアジムラ全然アヒルボートでも何でもこぐけど、ついていけって。ここまで来たのいいですか。決して油断しないでください。ホタルビのグールは何かを隠している。ホタルビ実は怪異を擁護してるって噂。あ、何それ、内乱の時ホタルビって革新派だったよな。ホタルビの領長、学園に未申請で凶暴な怪異をかくまってるらしいね。怪異が必ずしも罪を犯しているとは限らないよ。それを言うなら人間の方が。討伐なんて絶対にダメだよ。まさか鏡さんが。いや、もうここまで来るとやっぱ謎めきすぎてるよね。いても立ってもいられず、私は船着き場に駆け寄ると、空いていた小舟に飛び乗り、力いっぱいオールをこぎ出して、行くぜ、モクさん、アジムラ、こぐぜ、お前のつくもがめ、アジムラ、こげるぜえ、なにこれ、古城の牢獄、ダークウィックの闇。いや、超闇ですやん、こんなもん。見てはいけないもんじゃない。これ、誰？え？誰？助けたい奴がいるってのは、この人のこと。え、こんなところに洞窟が？水面の波紋を追いかけ船を漕いでいると、鏡さんの影が岩陰の洞窟の中へと入っていくのが見えた。中には明かりがあるみたいだし、一応ここも学園の施設ってことだよね。え？それにしても不気味な雰囲気。洞窟の中は薄暗い通路のようになっており、時々地面に落ちる水滴の音が壁臭い空間に反響する。鏡さん、どうしてこんなところに。何わかんない。ビエはわかんない。ヒー。突如聞こえた悲鳴に背を向けると、そこには檻の中で拘束されている角の生えた植物にいた怪異の姿があった。怪異？ほう。びっくりした。体に拘束具のようなものがつけられてて動けないみたい。うん。洞窟内よく見渡すと、通路の両脇には、金属でできた檻が点々と設置されている。怪異がいっぱいいるってこと。その横を通りかかるたび、中にいる怪異の視線を一身に感じる。まるで牢獄みたいだ。もうかくまってるっていうのはここのこと言ってんのかな。ここにいる怪異たちはどうして檻に入れられてるんだろう。ん？ガチャコン言ったけど開いたんちゃん。どっか今の音、あの奥から突き当たりにある曲がり角を覗き込むと、その先には重厚な金属の扉が見えた。ドアが開いてる。鏡さん、あの中にいるのかも。まあよく見に行けるな。足音を忍ばせながら、私は恐る恐る扉へと近づいた。ライカ君、怒ってる？ライカ？怒ってる。誰？スバ君、遅えんだもん。スバ君ライカ君ごめんね、授業前に顔を出そうと思ったんだけど、ちょっと緊急事態で朝から理事長に呼び出されちゃったんだ。
昨日言ってた寺の調査。うん、昨晩僕が話を聞いた住職さんが亡くなってしまったらしくて。マジで？だってその事件もうスバ君が解決したんじゃないの？真相は別にあったんだ。わかりやすい答えに乗ってしまった。よくわかんねえけど、失敗したってこと？そういうことになるね。だから今夜またお寺へ調査に行ってくるよ。じゃあ今日も帰り遅くなんの？ごめんね、なるべく早く戻ってくるよ。最初になんかそのなんかホスト的なこと言ってんなって言ってたけど、ここでの会話だったんだ。なんか真っ暗背景で喋ってたじゃん、このライカ君っていうこと喋ってたんだね。てっきりこう人形とか何かこうつくも神と喋ってんのかなと思ってたけど。なるほど。扉の向こうには頑丈そうな檻の中で手錠をかけられた一人の青年と親しげに話す鏡さんの後ろ姿が見えた。でもあれは怪異じゃないんだよね。あの人は一体誰だ？あ、もうバレてえやんお前はいつもそう。ガルルルル、大丈夫、モックス、アジムラ向いてガルルルル。誰かそこにいるの？すみません、私です。特待生さん、なんで君がここに？不測の事態に逃げ出すこともできず、ひとまず素直に名乗り出た私に鏡さんは目を丸くして後ずさる。ガルルルルル。すいません、ホタルビの庭で鏡さんを見かけて追いかけてきたらここに。あの、この檻は一体？お前よく聞けたな、この状況で絶対聞いたらあかんやろ。私の問いかけに答えることなく、鏡さんが腰元に手を当てたその時。おいおい、え、なんなんだここは？なんで来てんの？ハクくん、見たまえうるさい。あそこには人間の防衛が囚われているようるさい、あいつたまたまマジでうるさい。え、でも多分これがさっきの声ね。なんでみんな来ちゃったの？いや、もうガルルル、アジムラ向いてガルバーライカ君、落ち着いて。スバルさん、特待生が怯えてる。一旦外で話さねえか？ガルルルルルごめんなさい、ごめんなさい、もう二度と言わせない。でもこれどうなん、スバルさんしか知らなかったんだ、このライカ君に関しては。わかったよ。鏡さん。重苦しい空気の中、私たちは白山に即されるまま、青年のうなり声が残るこの部屋を後にした。いや、マジでガルルルうるさかったやろ。ごめんね、モクス。二度とやらない。スバルへの特別指令、ターゲットは牢獄の狼。でもこれみんな知らなかったんだ。なんか白さんが一人助けたいやつがいるって言ってたから、この子のことなのかなって思っちゃったけど、それはまた別なんだね。この子は誰？一仕事を終えて湖畔を散歩してたんだよ。そしたらお前さんたちの姿が見えてな。驚いたね、まさかあの湖の先にこんな場所があったなんて。あの BA は何なんすか言って。あれ、怪異の鳴き声が響く通路では神妙な面持ちの白さんがここへ来るまでの経緯を説明してくれた。でもなんかあんま言いたくなさそうだから、私別に聞かなくてもって正直思っちゃうんだけど。そんであそこにいる男は何者なんだ？いいすかこれ聞いても。白さんはこれってなんて読むんすか、嵐色かなの瞳を染めてたしなめるようにそっと囁く。スバルさん、話してくれねえかな。ライカ君は人狼と人間の間に生まれた子で、僕たちと同じグールでもあるんだ。そうなんだ。ああ、人狼と人間の間に生まれた。言ってしまえばハリーポッターでいうルーピン先生だよね。ルーピン先生で、あ、そっか、一番最初になんか遠吠え聞こえてたっていうのもライカ君だったんだ。おそらくだけど狼になってたんだね。で、グールなんだ。人狼のグールですか。うん、ここはもともとウルティオが管理をしていた施設で、
ウルティオ。今は学園の管轄下にある。人間にとって危険と判断された怪異が収容される、いわゆる監獄所なんだよ。監獄所だって、こんな福間殿のような場所が学園の施設とは。ウルティオって確か前の土地で廃止になった寮の一つだ。そうだね、モクソン調べたね。ライカ君は長年機関のルーマニア支部にいたんだ。ルーマニア。そこでは今ほど厳重に監禁されてたわけじゃなかったみたいなんだけど、それがこの学園に移送されてから2年以上ずっとこの場所で自由を奪われ続けてる。なるほど、まあ、日本に来てからずっとってことか。そんな2年以上もずっとあの檻に。言っておくが、俺らだって人事じゃないんだぜ。え、国際怪異研究機関規則第77条、グールによる任務中その計画及び所掌事務から逸脱した行為が認められた場合、国際怪異研究機関及びその関連施設からの請求または職権にて収容を命じられる。グールも収容。うん、それは学生でも当てはまっちゃうものなのかな。その可能性もあるってことだよね。ああそうだった、僕たちグールはカゴの鳥なのだ。ある種ダークウィックに管理されてる感じはあるな、この場所でこの子たち自体。しばらくピースフルな日々を過ごしていたものだから。いや本当な、すっかりと忘れていたよ。いや大事なことですよ、ピースフルな日常でね、忘れるぐらいがちょうどいいと思うんですけど。同じく国際怪異研究機関規則第78条、捕獲した怪異に人間への有害性または危害を与える可能性が認められた場合、国際怪異研究機関及びその関連施設からの請求または職権にて収容を命じられる。なるほど、ライカ君はこの規定のせいであの檻からずっと出られずにいるんだよ。ってことは誰かにその何かをしてしまったってことなのかな。鏡さんはそう言って目を伏せると耐えるように唇を引き結んだ。要するにあの子は機関と学園から危険人物とみなされてるっつうわけだ。ライカ君は絶対に人なんか襲わない。鏡さん、スバル君、君らしくもない、少し落ち着こうか。ごめん。いや今のは俺が無神経だったな、すまん。このスコドン、ちょっと頭を下げたまえ。おいスコドン、頭下げろよ。そんなハクさんが謝ることじゃないよ。ただどうしても信じてもらいたくて。ごめんスコドンがどうしても。何スコドンって。あの子はお前さんの友達なんだな。あ、まあそうだな、友達が、まあ、危険人物とされて2年以上もこんな状態なんでしょう。ちょっとなんかまあダークウィッグの闇を感じるわ、感じてしまうな。彼は少し恥ずかしそうに笑うと、どこか覚悟を決めたように私たちを見据える。言ったらこの学園というかダークウィックという組織には歯向かえない存在になってるもんな、グール自体がね。学園はライカ君が過去に殺人を犯したと疑ってるんだ。殺人か。さらに人狼としての凶暴性も危惧して、この特別監獄に閉じ込めたまま調査を続けてる。僕はその任務の遂行者なんだ。なるほど、お前さんのスティグマを当てにした特別任務ってことか。鏡さんのスティグマはつくも神と対話する能力ですね。うん、ライカ君は生まれた時から耳にピアスをつけていて絶対に外さない。そのピアスが持つ記憶を調査するよう僕は2年前学園から直々に命じられた。ああなるほど、生まれた時からついてるからこのピアス自体に見えてたものっていうのが、まあ、つくも神宿ったら全部聞こえるってことだもんね。2年前っつうことは俺らが入学した時。そうだね。そう、
この特別任務は僕が与えられた初めての仕事だったんだ。なんて言うんだろう、めちゃくちゃこう真相っていうか、真相っていうことでもないか、こう裏側がめっちゃ見えてきてる気がする。まあ、こういうん超楽しいよねまあ本編っていうか、本編とはまた別のなんかストーリーって感じがするけど、全部に紐づいてきそうじゃない、この話って。スバルとライカ、秘匿された友情。でもなんかライカ君自体もスバル君には心開いてそうだったもんね。はじめまして、僕は鏡スバルって言います。ガルルルルルルル、あの君がライカ・コルト君だね。でも多分仲良くなっていったんだもんな。今日はエカードを持ってきたんだ。エカード好き？直接君に渡しちゃいけないみたいだから、僕が読むのをそこで見ててくれるかな。ちょっと興味示してる。ここに書いてる絵の呼び方を覚えるんだよ。僕いつか君とおしゃべりがしたいんだ。このカードの絵は長靴。お、偉い、覚えてる。公園。じゃあこの絵はわかる？ヘッドホン。これは情枠よな。情枠って最初にガルルルルル言ってた子がさ、こんな一個一個の絵のカードを覚えるようになってしまって。すごいよ、ライカ君。一度教えただけなのに。いや、もう母性芽生えるような。しょうがない。余裕だろ。スワム。俺のことバカだと思ってんだろ。そんなことないよ。バカだと思ってたって。いや、これは。本当にいいの？いいよ。触りたかったんだろ、このピアス。それはそうだけど、言ったよね、僕が触ると、その、分かっちゃうんだよ。だから、いいっつってんだろ。ライカ君。いや、これ、情枠ってダメだって、それはもう、守りたくなっちゃうよね、ライカ君のことを。なんかそれはなんか人殺しそうにはなさそうだったけど、鏡さんは静かに、そして淡々と二人が過ごした2年間のいきさつを私たちに話してくれた。泣いてやん。なんと美しいフレンドシップ。いや、そうだよね、そう思うわ。きっかけが任務だったおか、任務だっただけでお二人は少しずつ友情を育んできたんですね。それでピアスに触って何か分かったのか？ライカ君は人なんか殺してない、正真正銘の無実なんだ。ってことは、その冤罪としてここにずっと入れられてたってことだもんね。そんな、じゃあどうして彼は檻の中に？もちろん学園には報告したよ、何度も何度も。だけどなぜか一向にライカ君の待遇に変わりがないんだ。ああ、こんなトラジェディがあるかい。もっと早く知っていたら、僕たちが手を貸すことだってできたというのに。この話の厄介なとこは、今までスバルさんは一人で抱え込むしかなかったってことだ。特別任務っつうのは守秘義務がある。周りに助けを求めることはできない。正直に言うと、みんなに相談できたらどれだけいいかって考えたこともあるんだ。だけど、もし誰かに話したことがバレて、この特別任務の担当を外されてしまったら、僕は二度とライカ君に会えなくなるかもしれない。そうだよね。だし、それより今よりひどい待遇というかなって しまうことだってあるかもしれないもんな。そう言って鏡さんはぐっと口をつむんだ。まるで涙をこらえるようにあやめ色の瞳が大きく揺れている。あの子を助けたいのか？助けたい。ライカ君は絶対に人を襲ったりしない。
サラミさんのまっすぐな視線が彼の揺るぎない意志を表していた。ここに来るまでは心のどこかで鏡さん怪しいと思ってしまってた。いやマジでそれ本当悔い改めよ。モクスン、味村も疑っていた。正直言っちゃ怪しいなと思っていた。悔い改めよ。だからこうやって真実を教えて本当に良かった。ハク君、あの囚われのボーイを何とか救う方法はないのかい。わかった。ひとまずこのことは俺ら全員の秘密だ。はっきり言って今すぐ何とかできる問題でもない。少し考える時間をくれないか。もちろんだよ。ハクさん、ありがとう。いつも迷惑ばかりかけて本当にごめんね。そういちいち気になさんな。あんたそのうち胃に穴が開くんじゃねえの。その程度で済むなら僕もまだまだ悩み足りないかな。ノー、もう十分だよスバル君。これ以上一人で悩んではいけないよ。先ほどまでの張り詰めた空気から言ってみんなの表情に明るさが戻り、私もほっと胸を撫で下ろす。だし改めてこうホタルビのグールたちっていうのは優しい人が多いなってのは感じるね。スバルさん、今夜の任務には行けそうか。大丈夫です。ただライカ君が心配してると思うから僕は少し話をしてから戻るね。そうだな。あの子に驚かせて悪かったと伝えておいてよ。マジ村もガルルルして悪かったと伝えといてくれ。ずいぶんと怒らせてしまったようだからね。スバル君、申し訳ないがあとは頼むよ。はい。鏡さん勝手についてきてしまってすみませんでした。いや本当すみません。うん、結果的にこうしてみんなに全て打ち明けることができたんだ。僕の方こそは怖い思いをさせてしまってごめんね。いえそんな。そんじゃまた夜に集合だ。19時に銀河鉄道の駅前だったかな。はい。力を合わせて迷えるリトルシープたちに救いの手を差し伸べようではないか。そうだね。それじゃあまた後で。こうして私たちは人狼の彼の元へ戻るという鏡さんを残して旧ウルティオの監獄所を後にした。え、大丈夫？こういうのは一旦みんなで行動した方がいいってあれぐらい何回も言ってない？何か起こるって。で、大丈夫？ありがとうみんな。そしてごめん。ほら絶対なんか起こるじゃん。え、最低の嘘つきだ。まだ抱え込んでいる。嘘。連鎖する疑惑、教師ダンテの過去。いやちょっともう面白さがどんどん増してきてない。もうストーリーが面白いってもうマジでいい加減にしろよ。あ、もう残り20分になってるからもう最後チャンスでしょ。こんなもん聞くか。違うんだよな。何これ。かわいい。もう引いちゃおう。なんかいけるとこまで引いちゃいたいな。違うんだよな。違うんだよな。ちょっとエルスじゃないっていうかね。え、これだ、これだ。初めて見たこの子。何この子、超かわいい。コーラの絵札。でも SR なんだ。誰かにつけようかな。モラリさん、初ゲットだったのこれ。安物か。安物じゃないっすよ。何そんなこと言うんすか。